ら、あげおちゃん、いらっしゃい。え、みさらぎまゆみ、例のあげおちゃんを探してた彼女。彼女の夫は見てないわね。いつも彼女は一人だったし、ここへ聞きに来た時も一人だったし。ごめんね、お役に立ちそうもないみたい。え、ネクサスの社員を調べられないかって。あげおちゃん、あそこに手を出すとやばいって、この町の人間なら誰でも知ってるでしょ。そんなこと言ってもしょうがないわね。あげおちゃんの頼みだから少しだけ手伝ってあげるわ。やばそうだったら私すぐ手を引くからね。ネタが入ったら教えるわよ。さ、新鮮なお酒とネタはいつも置いてあるわよ。失礼ですが、お客様、当店では会員制を取らせていただいています。大変失礼ながら、会員証をお見せ願いますか。そんなものは持っていない。それではお帰りください。当店は選ばれた会員の方のみに憩いの場を提供しております。さ、今すぐに後ろを向いてお帰りなさい。え、若い女性と来た男を探している。あなた、たったの7時間の営業とはいえ、日に一体何人ここを訪れると思って。10人や20人ならまだしも、優にその10倍の人数が訪れる高級クラブなのよ、ここは。いちいちお客様の顔など覚えているわけがないでしょう。さあ、もうお帰りなさい。あなたは選ばれたものではないのですから。あら、あげおちゃん、いらっしゃ。
あらやだ、こんな時に。ちょっと待っててね。そういえばここで飲んだりすること最近は少ないな。昔はよく飲んでいたんだけどな。よっ、凄まじい登場の仕方はよせ。入り浸り飲んだくれてたのって奥さんが出てった直後でしょ。つまらんことを覚えているのは忘れてしまえ。それよりもお電話。電話ってなんだ。音声を電流に変えて送って通話する装置のことに。怖い顔。なんで俺に電話なんだ。知らないわよ。ここに来るって誰かに言ってあったんでしょ。はい。大変な情報がある。またお前か。俺を張ってるのか。凄腕の探偵が必要だ。俺は焼肉屋のケンちゃんだ。他を当たりな。何だったの。板伝だ。いたずら？こんなとこに。すまんな。しかし一体誰だ。なぜ俺がここにいると分かった。尾行などはなかったはずだ。おや、こんな場所に珍しい。貴殿は面白い層をしていらっしゃる。忠告しておきましょう。女性に注意なさい。意味不明なことを言う女性は特に要注意です。何者だあいつは。双眼鏡を片手に海の方、いや陸の方だ。流行の幽霊ウォッチャーだが、しかしこんなところで、しかもこんな夜更けに、よりにもよってこの公園で。だ、こっちへ来るぞ。あなたもゴーストのヤジ馬。この公園ではゴーストが出ると言われているから、夜は来ない方がよくてよ。犠牲者も出ているから気をつけなさい。え？幽霊って何かって。謎。中華街の方から
幽霊が現れるらしいって聞いたことない？ないな。犠牲者？殺された探偵のことか？なぜあの女がそれを関連づける？君はいつもいきなり出るな。幽霊の真似をして人を脅かすのが趣味かい？あなたこそこんなところで何をしてるの？ここは殺人事件があった現場なのよ。知ってるさ。被害者に恨まれた後藤氏が逆に殺されたって案件だ。ふん、あなた刑事？プライベートディティクティブさ、アギョだ。流行のアイドラーライセンスは持ってるの？一応 D ってことになってる。警察発表を鵜呑みにする探偵じゃそんなとこかもね。随分とズケズケ言ってくれるあの女。名前も聞かなかったが同業者か？何かメモがドアから差し込まれてるぞ。何何？何度か来たのですがいらっしゃらないようでした。夜の10時ごろ伺います。三沢木真由美。真由美からのメッセージだ。